はようございます。あ、おはようございます。びっくりした。おはようございます。ここから2日間名古屋でライブです。まあ今日も楽しんでいきましょう。楽しんでいきましょう。はい。 Hey everybody Top food to be tonight。 名古屋向かってます。もうあれこれ1時間半くらいですか。そうです、あと2時間くらいで着くんじゃないかな、名古屋に。あと何キロ生だ。あと何キロ、ちょっと今見えんな。200キロくらい。とりあえずなんか203キロくらい直進らしい。スガキ屋はありますか。なんかなくなったって噂も聞いたんだけど、なんかなくなるかもしれんみたいな感じ。だいぶ減ったみたいな。静岡入りました。イエー。静岡といえばキャンディーの撮影場所です。あー、はいはいはい。あれ静岡。そうだよ、ほら沼津。あ、沼津の結婚式場で MV 撮影したよね。頑張ってたね。俺とミッキーさ、ロケハン行ったじゃん。その時旅行で海鮮丼食べてる。フェラ何してんの？人力。今どこに向かってますか？観覧車。もうこれはもう僕たち有名な場所ですよ。そうですよ。絶対に乗りません。出た。絶対。チケット売ってるんじゃない？ああ、出た出た。一周12分だって。一周12分、ありですね。間に合わんな。やめた方がいいかもこれ。やめた方がいいと思います。みんなも強く言ってください。いけるんじゃない。でもどうする？4人乗れたらやつじゃ。お、4名セット2100円。ちなみに乗りたくない人は誰？はい、うん、みんな待ってる。みんなだね。みんな。あれ、富士急思い出すな、これね。富士急と構図一緒やで。ちょっと車がちょっとエンジンつけっぱなしみたいなんで、ちょっと。あ、これ回さんやつや。あ、待てよ。じゃあね、やつや。お、こういうのいいんじゃない？あ、危ない、ダンサー。本当？大丈夫。大丈夫。バオ WOW。 一周12分ま。来た。どれ。あ、お、本当だ。はい、エンジンからつけっぱなしの車に戻ってきました。アツヤです。みんなは今この観覧車に乗るみたいなんだけど、何が楽しみですかね。あれの高いだけでしょ、あれって。え、あいつすごい楽しみにしてたよ。お邪魔します。大人4人って狭いな。確かに改めて乗ると狭いね。ね、どうですかセイラ。謎々あるよ。謎々。家族の中でいつも当選簿してる人って誰だ。父さん。お父さん。おう、うん、父さん。家の中にあってくしゃみばかりしているやつ。ふわふわしたのかな。クッション。パクション。クッションすごいな。おじいちゃんの趣味は819だった。バイク。おお、バイク。答えはめくってね。そうやん。俳句やん。違うやん。俳句だった。え、出した俺。なんか一人で待ってるって言ったけど、ちょっと寂しいね、これ。アホ4人が、あそこに乗ってまーす。なんか MV のワンシーンみたいになってる。安全のため、停止する場合があるって。停止した時が一番怖いよ。あれもそうじゃん、リフトもスノーボードかな。あ、なんかボタンあるね。で、絶対押しちゃダメだった、それは。これはやめた方がいい、やめた方がいい。で、違う、本当にやめた方がいい。じゃあ、常識の問題だから。楽しんでるみたいですね。僕は一人でこの車を満喫しようかな。それでは名古屋で。おお、
じゃあ今も頂点だよ、頂点。ちょっと待って。え、危ないので立ち上がらないでねって書いてあります。そういうことです。クローズの BGM 流して点々化したいと思います。いや待って、お前だけ出て上に立ったらマジで頂点だよ。死ぬぞ。結構なんか久々に乗って、うん、ドキドキはした。したよね、ちょっと、うん、でも思ったより怖くなかったね。いや、一番上でチューするのはそうだったわ。クロス何やってんすか。始めようよ。前見る時間が少ない。フラゴン、フラゴン、これは名古屋名物。買ってこい、買ってくる。見てみましょう。到着しました。マジでおすすめのフーライボー買ってこ。ただいま手羽先買ってきた。手羽先外で食べよう。おう、ちょっと回したよ。回した。回した。偉いじゃん。どうするとき後で食べる。うん、俺後で食べるよ。いけるやん、あの子。それはそのままいけるね。お前大出し、ウエスト出してくるから大出し。何なのお前。はい、じゃあみんなちゃんといただきます、言ってください。いただきます、ありがとう。間もなく名古屋到着です。名古屋に到着しました。はい、もうここに帰ってきて一番最初に思ったこと、なんか匂いが懐かしい。わかるね、うん。名古屋でやっぱ活動してた時の匂いを思い出しますね。思い出します。そしてなんといっても真裏にはオアシスです。オアシス、うん、もう渋谷みたいなもんですね。そうだね、渋谷、もうあそこがナンパスポットみたいな感じですからね。ですよ、ですよ。名古屋でいう、はい、ということで、この場所希望の広場で、うん、はい、今日は MDJ とロードライブしていくので、お、皆さんチェケラー。一部お疲れ様でした。お疲れ様でした、はい、どうでしたか。あったかい、名古屋ほんと。ちょっと皆さんお疲れですが、まだまだ旅は続きます。この後18時から2分、そして何といっても明日ドコナミユーで、はい、インストアライブがありますので張り切っていきましょう。はい、何食ってんのみんな。やばそう。助かるね、この休憩でご飯を食べれるっていう。このまま踊り続けてたら多分誰かは死んでくる。今から行くで。はい、ヤバトン美味しかったです。ヤバトン食べてこっからもう力尽きるまで頑張りたいと思います。はい、これは有言実行しないといけないと思ってますので、確実に3月28までに演奏をさせますので、ゲスト一つもできない。めちゃめちゃいいじゃん、このアングル最高だね。名古屋最高です。ビラも配ったりして頑張ってます。はい、はい、終わった瞬間です。終わりました。どうでしたか、この名古屋初日。ザネザネ、お前見逃していちゃった。ザネは久々にこんな長いライブしたからね。いい初日を送れたっていうか、うん、やっぱり名古屋の人あったかいからいい初日を送らせてもらえたというのが新しいんでしょうかね。これはいい2日目に聞いたんじゃないですか、ね、ぜひこの Vlog 名古屋の人見てほしい、ね、ストリートライブ終了しました。お疲れ様です。ありがとうございました。ありがとうございました。長かった今ね。そう、14時でしょ、スタートが6時間ぐらいだった。今、過去3時半ですからね。でもやっぱり久しぶりの名古屋はあったかかったですね。高いし、仲間感すごいね。うん、暑かったね。まあ、ワンマンに向けていい演奏というか、武者修行感がね、あったもんね。今日もチケット買ってくれた方もいらっしゃってありがとうございました。ありがとうございます。こうやって積み上げていくしかないんだね、俺らは。そうだね。2日目で会いましょう。はい、おやすみなさい。おやすみなさい。お腹すいたよ。今から飯食えて。
今から虫食いてドーン。